海と日本。この夏、道東の海に30人の子どもたちがやってきました。でも遊びに来たわけではありません。クラゲみたいな形してるプランクトンを見つけて、すごいなーって思いながらちょっと見て。海で獲れる魚種の変化を探るために道内各地から集まった海の未来調査隊の子どもたちです。今、道東の海にある変化が起きています。大量に水揚げされているのはイワシです。調査隊がやってきた厚岸漁協でも、道東の代表的な味覚だったサンマが激減し、代わりにイワシが取れるようになりました。はい、19勝まれ。はい、実はこのイワシの多くが食用ではなく、肥料や魚の餌の原料に加工されていることが分かりました。たくさん取れるようになったイワシを美味しく活用するため、イワシの缶詰作りを体験することに。大切な海の資源を活用する方法を学びました。南の暖かいところの魚が取れるようになってきて、魚種が変わってきてるんですよね。そういったことを環境の側面と、水産流通の側面からみんなに学んでもらいたいなと思いました。私たちの食卓と海は密接につながっています。厚岸町の干潟では養殖されているアサリやカキを調査。いただきます。海の恵みを楽しみました。水族館の飼育員とか魚に関わる仕事になってみたいです。多くの人を海に興味持たせれるような人間になりたい。子どもたちの学びが新たな思いとなり、海の未来を作ります。イエーイ、海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。